はい、こんばんは、シンガです。ちょっとご無沙汰でしたね。実はですね、僕、炭水化物抜きダイエットっちゅうものをですね、やったらですね、本当にね、短期間で、6、7キロ痩せたんですよ。そしたら、ある日ね、いきなり手にね、ブツブツができ始めまして、もともと僕、金属アレルギーなんですね。なんで、その、指輪だとか、ブレスレットだとか、そういう金属製のものを身につけると、そのブツブツができちゃうっていうのはあって、身に覚えはなかったんですけども、久々にね、金属アレルギーが出たなぁなんて思ってたら、大間違いで、そのね、ブツブツこそ、手足だけだったんですけど、体中がね、もう、耐え難い痒みに襲われまして、結果的に、炭水化物を抜いた、ことによる、ストイックにやりすぎたってことですよね。糖質制限すぎたことによる、もう体内の変化ですよね。なんかそういった、その、体内の中で不具合が起こるということをですね、ね、まあ、いろんなサイト見て調べて分かったんですけども、もう間違いなくそれだなと。で、名残はまだあるんですけど、あまりにもね、その手が、まあもともと綺麗な手ではないんですけども、骨太のね、ぶっとい手で、より一層もう見にくくなっちゃいまして、もうこれはね、動画撮れんぞということで、ちょっと、動画の方をお休みしておりました。で、本当はね、もう、動画ね、いろいろ撮りたいんですよ。もう、改めてね、この JU06A の良さ。この前ね、僕、ここら辺使ってライブしてきたんですけども、もう本当に良かったんですよ。なんで、JU06A もそうだし、SH101 じゃない01A のね、良さだとか、そういうのをね、伝える動画を、撮りたかったんですけど、ちょっと、それらはね、またの機会にというところで、急遽ね、まあ、こういうものを集めてですね、まあ、やっぱり必要になってくるのがエフェクターですよね。なんで、ちょっとカメラ動かしますね。急遽ね、ポロ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 、エフェクターを買い集めたんですよ。で、やっぱり、これ一個ずつに、一個、リバー、最低でもリバーブはつけたいな、ということで、僕のね、もともと気に入ってるこの TC エレクトロニクスの、リバーブ、これめちゃくちゃいいんですよ。1万ぐらいなんですけども、本当に音が良くて、最高なんですよね。まあ、ちょっと、なんでグレードダウンって言ったら申し訳ないんですけども、まあ、激安バージョン。これ、3、4000円で確か買えるリバーブなんですけども、を1個と、これ、僕ね、あんまりエフェクターのメーカー知らないんですけども、アモーンですかね。の、リバーブとディレイがついてるエフェクター。しかも、リバーブとディレイを個別にね、パラメータ調整できて、使える、エフェクターと、今回の動画のメインですよね。この TC エレクトロニクスのコンプレッサー。モノラルアナログコンプレッサー。これね、
5000円ぐらい、5、6000円だったんですよね。めちゃくちゃ安くて、で、ダメ元で買ってみたんですよ。で、今、冒頭で聞いてもらった、この、ちょっとカメラ戻します。RD8 の音。ちょっと他の音をミュートして流そうかな。今のキックの音聞けましたでしょうか？これ。ね、結構分厚い音鳴ってると思うんですけども、これは、このね、もしかしたらゴーミキサーだから、もしかしたらちょっと音割れちゃってるかもしれない。大丈夫かな？このね、TC エレクトロニクスの、コンプレッサーをかけてる、RD8 のキックの音なんですね。で、RD8 は、パラアウトがついてて、このリズムのね、音色ごとに別々に出力できるっていうのがパラアウトなんですけども、それのキックだけを、別で出してきて、このコンプレッサーにぶっ込んでます。で、じゃあどんな音をこのコンプレッサーにぶっ込んだかっていうと、これがコンプレッサーのかかってる音。ヘッドホンの方がわかりやすいかな。じゃあ、これを、コンプレッサーを切ります。これが元の音。ね、ちょっと。これです。これをコンプレッサーをかける。ね、一気に輪郭がはっきりして、重々しくなったと思いませんか？もちろん、曲によってはね、このコンプが悪さをする時もあると思うんですけども、個人的にはね、こんくらい、輪郭がはっきりしたキックがね、鳴っててくれた方が、僕が作る曲には合うことが多いので、本当にね、いや、放り出しもんだったなと思います。で、ノイズもほぼほぼ、アナログコンプレッサーなんでね、ちょっと心配したんですけど、ほぼほぼなく、調節幅もね、サスティン、アタック、レベルの、もう単純な3種類。なんですが、ああ、これはもう割れてるな、きっとな。まあでもこの3つの、調節だけでも、かなりね、キックのね、音を、まあ、もともとね、この RD8 っていうのは、モデルになった TR808 よりも音色を作る幅がね、キックとか広がってるんですが、それにも増して、このコンプレッサー1個でね、さらなるね、どっちかっていうと909のキックに近くなっていくような感じの重みが出てくるというか、っていうんで、正直、
感動したっていう、今回は動画です。なので、これ、残念なことで、パラアウトがついてるリズムマシーンじゃないと、このね、モノラルコンプレッサーに全部の音ぶっ込むと大変なことになりますんで、またね、それは違った意味での使い方になってきちゃいますんで、なかなか厳しい部分はあると思うんですよね。ただこういうふうに RD8 や、僕のね、大好きな RD6 みたいに、パラアウトがついてると、こういったね、コンプレッサーでこんなに劇的に、変わるんだと。もうほんとね、感動しております。しかもそれが、5、6000円で手に入っちゃう。まあ、Amazon で買いましたけどね。なんで、これはもうほんと、ちょっと動画にしてみんなにおすすめしたいなと思った次第でございます。正直、僕、古い人間なんで、コンプレッサーって言ったらね、もうほんと高いもの。どっちかっていうと、1U のね、ラック。ラックでね、使うようなイメージをすごくね、もう今まで持ってたんですけども、で、ギター用のエフェクターとかってあんまり使ったことなくて、で、どっちかって言ったらラックのエフェクターとかを使ってきた方なんで、本当にね、ここら辺、ちょっとね、今後開拓したくなっちゃいますよね。ね、ほんと、安くて、自分の持ってる機材が劇的に良くなる方に変化する、エフェクターとかってめっちゃ転がってそうですもんね。もちろん高いのは高いのでね、いろんな人に見せてもらったので知ってるんですけども、なんかね、僕、初心者さんがね、いっぱいこういうマシンライブとか、シンセサイズ触るようになってほしいなと思ってる身でね、あんまり、じゃあ5、6枚のエフェクター使っていい音になったぜとか言ったってね、そんなん買えねえやボケとか言われて終わると思うんでね、極力、安くていいものだったら紹介していこうかなと思いますんでね。まあちょっと、本当に申し訳ないが、久々の動画なのにもストロング数本いってるんで、またまたたどたどしい動画になっちゃいましたが、次回はおそらく、SH-01A の、まあ、良さ、紹介、レビューなんかをやりたいかなと思います。最後にね、もう一回ちょっと、音聞いてみてください。これかける前、これかけた後、聞こえてんのかな、これ。これね、これかける前、これかけた後、あ、設定変えちゃった、これ。どうすか。え、いや、これでもね、実際ミキサーの方の低音はね、マイナス側に、15度減らしてるんですよね、低音をね。これ最大にすると音割れますけど、申し訳ないです。これをミキサーの値デフォルトでちょっと音量下げようか。こんな感じ。オフにします。おう、まあ 5,6,000 でこんだけいったらいいでしょうと。さすがにね、エフェクター側でレベルとか上げていくと、うん、ノイズとか結構きちゃうかな。まあでもそこまでね、
マンブリする必要性も全然ないぐらいいい音になるんで、音質的にもね、キックにかける初めてのコンプレッサーには最適なのではないでしょうか。もう一度見せますね。TC エレクトロニックの、フォースフィールドコンプレッサーです。